MLB パドレス4-0ドジャース、日本時間13日、ペトコパーク、パドレスのダルビッシュ有投手が日本時間13日、本拠地でのドジャース戦に先発登板。7回7奪三振無失点の好投で、今季3勝目を手にし、日米通算200勝へあと1勝に迫りました。母の日ということでピンク色のグラブや靴紐でマウンドへ、 ドジャースの強力打線を初回から三者凡退に抑えると、力強い速球に変化球を織り混ぜ、5回途中までパーフェクトピッチング。6回のピンチには、4番、スミス選手を94.9マイル、約152.7キロ、のフォーシームで空振り三振に仕留めると、二度おたけびを上げる場面もありました。ダルビッシュ投手は、七回101球を投げ、 7奪三振、無失点。許したヒットはわずか2本の回答で今季3勝目を手にします。また日米通算200勝へ大手をかけました。ベジャー13年目、37歳の右腕は、200勝は、あまり考えすぎると勝てなかったりする。苦しくなると思うので、それはなるべく忘れて今日のことをしっかり反省して、 次もっと良くなるように頑張ろうと思います。とコメント。また母の日の登板となり、思いを聞かれると、妻のことを母として近くで見ている。どれだけ自分を犠牲にして子供たちを育ててくれているかを目の当たりにし、この年になって自分の母親がしてくれてきたことを実感できる。そういうところでの感謝の思いはあります。と家族への思いを口にしました。 また腰の張りで欠場した大谷選手については、何週間も前からすごく楽しみにしていた。すごく残念、としながらも、早く良くなってほしいですね、と気遣いも見せました。